ということでね、次はじゃあパソコンにつないで具体的にどういうセッティングができるのかっていうのをね、ちょっと見ていくことにしましょう。はい、それではですね、このアンプをパソコンにつないでどういったことができるのかというのを見ていこうと思います。ではまず最初にですね、このソフト上でできることというのを順番に見ていこうと思うんですが、ご覧の通りですね、つまみが非常に多いので、これをね一個一個細かく説明していくととんでもなく動画が長くなってしまいます。そこでですね、アンプでは設定できないけれども、このソフトを使うことによって設定することができるというパラメータがいくつかありますので、それをね中心に説明していくことにしましょう。はい、それではですね、まず最初、こちらアンプリファーと書いてあるところから説明したいと思います。ここのつまみはですね、先ほど説明したアンプ上のつまみと同一です。この一番左のつまみでアンプを切り替えることができると。で、右に行くとゲイン、マスター、ベース、ミドル、トレブルというつまみがあります。この役割はですね、先ほどアンプ上で説明したものと全く同じになります。はい、ではその右隣に行くとキャビネットというものがありますね。これはアンプ上にはなかったつまみになります。はい、で、このね三角を押してみると、こういった具合にですね、6つキャビネットを選択することができるんですね。これはどういうことになっているかと言いますと、こちらのねアンプで選べるものっていうのは、いわゆるアンプヘッドだと思ってください。で、PC 上では独立してアンプヘッドとキャビネットそれぞれを選択することが可能になっているということですね。6つの中からね自由に選択することができるということで、まあ音作りの幅が広がっています。はい、それではね、このね下エフェクトのところを見ていくことにしましょう。まずですね、大きくアンプと異なるところが2つありますね。コンプレッサー、それから一番下のゲート、この2つはアンプ上につまみが1つもついていませんでした。ということで、じゃあこの2つからね説明していくことにしましょう。ではまずコンプレッサーですね、この電源をオンにすると、これでコンプレッサー、起動しましたよということになっています。で、コンプレッサーの種類は2つありますね、ストンプ式かラック式で、ストンプ式を選べば、パラメータは2つ、サステインとそれからアウトプット、ラック式を選べば、パラメータは2、4、6個ですね、スレッショルド、アタック、リリース、レイショ、2位はさらにソフト、ミディアム、ハードと3つあります。で、アウトプットということでね、この6つのパラメーターを変更することによってコンプレッサーかかり具合を決めることができるということですね。では、一番下に行きまして、ゲート、まあ、ゲートというのはノイズゲートのことですね。これはパラメーター2つあります、スレッショルドとリリース。この2つのパラメーターをいじることによってノイズゲート、かけることができるということになっていますね。はい、それでは、エフェクト、テープエコー、リバーブというね、さっきアンプについていたエフェクトをそれぞれ見ていくことにしましょう。まずエフェクトですね、こちらは先ほどついていたものと一緒です。コーラス、フランジャー、フェイザー、トレモロという4つの空間系エフェクトを選ぶことができるということになっているんですけれども、アンプより詳細にねそのパラメータいじることができます。例えばコーラスならスピード、デプス、ミックスという3つのつまみをいじることで細かいね音の設定ができるということになっています。はい、フランジャーでは5つ、フェイザーでは4つ、トレモロでは2つといった具合にね、アンプ上でセッティングするよりもより細かい設定をこのねソフト上ですることができるということになっています。はい、では下に行きます。こちらも先ほどアンプにありましたね、テープエコーありましたが、これはねテープエコー独立してるんですね。こちらつまみは3つですね。はい、ではリバーブ見ていきましょう。ここを押すと、はい、リバーブの種類4種類に増えていますね。アンプ上ではホールとスプリング、この2つしかなかったんですけれども、ルームというリバーブとそれからプレートというリバーブがね、ここに足されています。ではホールから見ていきましょう。これ非常につまみ多いですね。2、4、6、7つの、つまみを設定することでかなり細かいね、リバーブのセッティングをすることができるということになっています。ではルーム行きましょう。はい、ルームもつまみの数一緒ですね。はい、プレートも同様です。スプリングは2つですね。はい、といった具合にねちょっと駆け足でしたけれども、コンプレッサーとゲートという2つはねアンプとは大きく異なる点ですね。それからこのエフェクトね、この3つのエフェクトに関してもアンプよりもはるかに詳細に設定することができるということで、音作りの幅が非常に広がっています。はい、それではですね、ここまでが一応このね、つまみをざっと説明したということになるんですけれども、このソフト上でできること実はまだたくさんあります。はい、で一番左に見ていくと、ここにねライブラリーネームというのが出ていますね。
これは何かっていうとですね、例えばシングルコイルチキンっていうのを選択しています。はい、そうするとですね、自動的に今このねアンプのセッティング変わりましたよね。例えばこの下シングルコイルロカビリーっていうのを選択すると、はい、こういった具合にね切り替わるんです。でこれはですね、あらかじめこのヤマハさんがですねプリインストールしてくれているパラメータということになります。なので最初はねこのライブラリーの音から、まあ、自分の好みの音を探して弾くというだけでも面白いんじゃないかなというふうに思いますね。で例えばね、ファンキーリズムっていうやつを選択しといて、もうちょっと原因が欲しいなと思えば、これね原因をこういうふうに調整してあげるとか、この音に、ちょっとコーラスかけたいなと思ったらエフェクトをオンにするとかですね、そういう感じでこのねライブラリーに入っている音をベースにして自分の好みの音を作るということも可能になっています。はい、それではですね、実際ねギターをつないでちょっと音をいじってみてね、それをソフト上に保存するということをやってみたいと思います。ではまずね、最初にシングルコイルチキンというのを選びます。シングルコイルチキン自体はねこんな音です。ではここにねじゃあちょっと適当にエフェクトとかかけていきたいと思います。もうねざっくり適当にやりますね。これは今コーラスをかけました。弾くと、はい、こういう感じの音ですね。じゃあテープエコーもかけましょうか。という感じでねエコーかかりましたね。それではですね、この音保存しておきたいなと思ったとします。はい、そうしたらですね、このねシングルコイルチキンって書いてあるこのねパッチネーム、これを変更します。マスコという風にしますね。はい、じゃあこの音、今マスコという風に命名しました。はい、そしたらですねこのね Save to Library というところをポチッと押していただいて、下の方に行くとね、はい、ここら辺にね Empty ってありますよね。これ何にもデータが入っていませんよっていうことなので Empty をね一つ選択します。で、はい、 Save という風にするとここにね30番にマスコという音がきちんとセーブされているということになります。なのでこのねライブラリー自体を保存しておけば、このソフトを立ち上げればですね、いつでも今作った音をすぐにね取り出すことができるということになっています。はい、ということでね、以上このね THR エディターというソフトで何ができるのかというのを見てきました。かなりねアンプ上でのセッティングよりもねより細かいセッティングできますよね。多彩な音作りをすることができるということになっています。でですよ、これで終わりじゃないんですよ。なんとですねこの THR10C 付属のソフトがねもう一個あるんですよ。それは何かっていうと、こちらCubase AI6 というねソフトが付属しているんです。でこれはねまあ簡単に言えば音楽をね編集することができるソフトということになっています。まあ Cubase ってねかなり有名なソフトなんで、まあ知ってる方多いかと思うんですけれども、やれることはガチな Cubase と比べると限られてくるんですけれども、でもね卓録するぐらいならねこれでもう本当に十分だと思いますね。じゃまず、これ適当にやってみたいと思います。Empty を選択して作成と、はい、そうするとまあこういった画面立ち上がります。 Cubase でできることというのは本当にたくさんあるので、今ここでね全部説明している時間はないので、ギターの音をねとりあえず撮ってみたいということを考えたいと思います。それではですね、右クリックしていただいてオーディオトラックを追加っていうのを選択します。そのままトラック追加っていう風にすると、はい、こういった感じでねオーディオトラック1個追加されました。でここのね赤い録音ボタンをつけっぱなしにしていただいて、こちらのねこの録音ボタンっていうのを押します。はい、その状態でねギターを弾きます。今ね波形が画面上に出てきているのがわかると思うんですけれども、これね僕が弾いてるこのギターの音がそのままね波形になって現れています。はい、じゃあ録音終わりってなったらこのねストップボタン押します。そうするとねもうこれだけでギターの録音できてしまってるんですね。では、一番最初に戻って再生してみたいと思います。はい、再生ポチッ。はい、こういった感じでですね、今これスピーカーから流れているんですけれども、録音した音ね、すぐにまあ再生することもできるということなんですね。でね、このアンプベースとアコースティックギターをつなげるっていう話しましたけれども、
もしねベースもアコギも弾けるという方であれば、ドラムのね打ち込みさえできれば、もうこのねキューベース上で一曲作れてしまいますというね、かなり優れもののソフト、これも付属してるんですよ。すごいですよね。ということなのでね、この TH10 っていうねシリーズ、買ってしまえばもうねこれだけで楽曲制作できてしまうということになるわけですよ。はい、それではねパソコンでできることっていうのをざっくり、見てきました。ではね最後 THR10C というアンプ、まとめをして、終わりたいと思います。